始まりました第18期女流桜花 A リーグ、本日は第3節 C 卓の模様をお届けいたします。実況は私鳥谷幸則、解説は現女流桜花白金咲プロです。本日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは本日の出場選手早速ご紹介してまいりましょう。さあ、まずはトンチャですね。トータルポイントマイナス 39.3、 現在第12位、二階堂秋プロ。なんちゃです。トータルポイントプラス 87.0 ポイント、現在第3位、魚谷優美プロ。シャイチャです。トータルポイントプラス 32.7 は現在第4位、東沙織プロ。最後はペイチャです。トータルポイントプラス 29.1 は現在第5位、鈴木彩香プロ。さあ、そして、1回戦抜け番は古谷智美プロとなっています。本日は5名での対戦となります。さあ、このまずは、4名ですが、今日この5人の対戦ですが、白金さん、見どころはどういったところになるでしょうか。はい、結構上位3人とあとはボーダー付近の2人という戦いになると思うんですけど、はい、上位陣3人はやっぱりプラスすると相当プレーオフからの決定戦が見えてくるので、はい、今日プラスしたいですよね。はい、うん、もちろん。で、あきさんと古谷さんはちょっと今マイナスなんですけど、前回北条さんが結構プラスしたのでボーダーが近づいてきたので、ちょっとマイナスするわけにはいかないかなっていう戦いになると思います。はい、はい、この5人の思惑がまたちょっとぶつかってくる第3節ということですね。全員プラスしたいですもんね。はい、そのあたり注目してご覧ください。さあ、それでは対局の準備が整っているようです。参りましょう。第18期女流桜花 A リーグ第3節 C 卓、よろしくお願いします。後輩の開始です。立ち合い人藤島健次郎内図によって今対局が開始されました。ルールは一発裏ダラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。改めまして、ちいちゃから秋、なんちゃ魚谷、シャーチャ東、ペーチャ鈴木の並びとなっております。さあ、1回戦トン1局ドラは3走。まずは親の秋のハイパイ、ちょんちょんの最後がドラの3走、メンツのないハイパイではあります。普通ぐらいですかね。はい、3色は見えますが、ちょっとペンちゃんペンちゃんカンちゃんと。そうですね、3色になった時は関数層で使わなきゃいけないし、マンズの両面払わなきゃいけないんで、ということで、ここは、はい、3色を嫌っていく、やめときましょう。はい、なんちゃ魚谷、こちらもメンツはありません。シャーチャ東がシャーを重ねて、あ、両ピンからです。本一などは見ませんでした。そうですね、本一行きそうだなと思ったんですけど、はい、本一の可能性を残して違う色から切るのも十分あったと思うんですが、カンサンマンとかも切っちゃってもいいかなとは。はい、これはスピード重視ということになりますか。そうですね、どちらかといえば、はい、なんか東さんこのシャーポンするんですかね、1枚目からとなると。しない、しないんです。やっぱりちょっとしちゃうとカンサーマン買うそう、ちょっと愚形2つは、はい、残っちゃうので苦しいですよね。はい、厳しくなってしまうか。引きつけてからが理想ですけどね。2枚目は動いていくでしょうか。まあ形によりますか、出る順目と。そうですね、秋さんがペンチーマン、はい、2枚目が動かない。やっぱりちょっと打点泣いても、打点だと形ですね、打点っていうよりは形が悪いから泣きづらいですよね。はい、確かにポンしてなかなか残した形では動いていきづらい公式ルールです。はい、うわ、大谷数ピンが3つ並ぶ。いやいやいや、もうあれはいいんです。あれはいいんですねやっぱ高いハイパイ見た段階で高い手組みっていうのを目指したところで、はい、ちゃんと3色っていうのが出てくるので、はい、数ピンは何枚来ようが平気ってやつですね。そうです、そうです。こちらです。さあ、表示、はい、これは3層が欲しい。3層はだって3枚もまだ山にいますからね。はい、持ってこれるかもしれない。結構みんな重ためなので、はい、そうなるとアキさん全然チャンスが、ちょっとハイパイ見たら、はい、悪くないけどって思いますが。さあ、魚谷も着々と手が進んでいます。両層のポン、さあ表示牌両層がなくなりました。親のアキが両層のポンです。うんうん、このまま見てたら苦しいだけなので、はい、やっぱもう愚形だらけなんで両層からポンして単野上、
でも周りの人から見たらちょっと怖いですよね、はい、立ち上がりから秋が動いてきた、はい、なんだとドラドラなのかと疑いがかかります。疑いがかかりますね。自分たち持ってないんでね、はい、さらに山の中なんですけどねもちろん分かりませんそうなんです。さあそのドラが鈴木の元に1枚、しかももうめちゃくちゃ使いづらくなっちゃってますからね、周りからすると。はい、卵巣がもう表示と秋のポンでなくなっています。本当にさ、やっぱりゆっくり高い手組みだけしてるので、はい、手配に余裕はありますよね。魚谷はリャンシャン点ですが入ると非常に高い手、うん、秋はこの形のいいシャン点です。魚谷にドラの3層ちょっともうストップ。はい、東が役なしの天牌が入りました、はい、数層ローピンとなると、いやでもウーピンでもスッチーピンが数ピン3枚見えてて、はい、このまま上がっちゃうのが一番このままひょっこり積もりたいそうですそうです。三陽に変化は、あ、数ピンか3切れ、そうなんですよ。ピンフに変化はウーソーですかね。嬉しいのはウーソーの3面ちゃん。はい、さあ鈴木イーシャンテンだが3層が1枚浮いている形。秋はカンちゃん嫌うならカンローピンの方になるか。そうですね、うん、みんな三層でうーんってなります。そうですね、ネックになっている。お、嬉しい数層が入って、リャンウーソーの天牌は、リャンソーがないのでペンウーソーという形、はい、ウーソー1枚切れです。山に2枚全然チャンスありですね。ピンフの天牌、ピンフドライドライ1ですね、はい、ドライ1は分かっていたやつ、あ、分かっていたやつです。なるほどなるほど、分かっていたやつですね、はい、ミスではありません、ギリギリセーフです。ギリセーフ忘れていた。白金さんには完全にね捕まってしまうというのを今思い出しました。ああ、そうちょっと行きづらいか、はい、ここは行きました。テンパイしないですね。いやー、秋テンパイ入れたいですね。はい、東さんは鈴木は、あー、うそーのツモとなりました。鈴木ツモピンフドライチ700-1300、はい、まず上がったのは鈴木でした。結構みんな苦しめのハイパイから、うん、気づけばみんなまとまってましたね。はい、手を返しなおかえ動いた秋ですが、面前天牌入れていた鈴木の角上がりです。さあトン2局です。親は魚谷、ドラはチュン、ウーマンのあんこ。さあやや縦目縦に来ているようなっていう意味で縦目ですおー、三ピンから、あー、両面固定からですか。へー、シャーチャ鈴木はマンズ王子、マンズの部分の形がいいですね。ドラのチュンは誰も持ってないですね、はい、まだチュンが4枚山、うん、やっぱ三ピンから打って下の3色、1、2、3の3色を見つつっていう感じ、自敗は持って、東ですね、はい、さあ魚谷がイーシャンテンになる、つもりさんあんこがある。鈴木は、うん、これはマンズ寄せたい、寄せたいですね。おー、タンヤオの、はい、イーシャンテンに変わりました。魚谷です、柔軟ですよね。いや、三あんことかは水の、はい、ここは連チャン重視という1枚目からピンのポンです。声出ない人の方が多いと思いますよ、今のパーピンは。いや、そうですね、また公式ルールってこの、うん、ね、やっぱりリャン反訳見えたらちょっと手放しづらいところ。 あれポン、あれできないな、あれすごいポンだそうですよね、はい、しかもちょっとそのまだもう2枚目のパーピンだったらみたいなところで、そうなんです、1枚目からやっぱり決めてたんでしょうね、はい、うん、三番こう見えるもポンという、はい、ここは連チャンでこう
親を続ける安い方を選択している魚谷。チーマンスーピーのくっつき、卵巣ポンもあります。一通が見えるから本一一直線とはしづらかったですよね、はい、なんでトン打ってきましたね。これはスライド。イーマンとイトトシが入ってるから、はい、そんなになんか薬杯っぽくないっていうのでトンも打ってったんじゃないかなっていうので、うああピンポンのイーマン、イーマン、そうなんですよ、どういうことだろうと。さあチュンはアズマのこの真ん中に一つまだ山にある。トントン、イーマン、イーマン、チュンチュンだったら切ることに、はい、天敗です。続きはカンパーマンの一通のリーチ、山に2枚、パーマンコン2枚です。もいいシャンテン、魚谷もいいシャンテン、うん、さあパーマン、友さんどうしますかね。リアピン安全牌、念仏がなかったんでね。これは勝負して、はい、カンウーピンの出牌、もうずっと押すんじゃないかな。さ中筋にはなってますね。魚谷がポンしているパーピンは鈴木の捨て牌から、はいはい、うん、もうこれはチュンが切れてる以上ある程度行きやすくなっているか、それはありますよね、はい、ウーピンだ、中筋ですよ、これはどうだ、ちょっと止まんないですね、うん、はい、ここは魚谷の上がりになったタンヤを1500リーチをかわして連チャンとなりました。魚谷いやパーピンポンからの発信が見事でしたね、はい、やっぱりちょっと私今鳥肌立ってますよ。あのパーピンポンからこのリーチリーチに対して押しての1500、はい、これ普通の1500じゃないですよ、これなかなかできないですよね、はい、さあ魚谷が連チャンとなりました。トン2局1本馬、ドラは3走、あれ薬杯の初が統一、ピンズも後継で入っています。いいハイパイなんちゃ、東はメンツが一つできました。第一つもシャーチャ、鈴木、こちらピンズで一メンツ、ドラの両メンターツがあります。秋はしごろが見える、ちょっといいですかね、ちょっといいです、みんな、なんかみんなそこそこ、はい、ね、秋さん今トンとハク持ってて、はい、トンから打っていけましたね、やりますと、やりますと、公式ルールやっぱりトンを打ってくる小型、はい、早いか高いかやる気満々か、だいたいそのどれかですあまりにもねバラバラから打つことってやっぱりあんまりないと思うんですよ、はい、しかも秋さんがいやそうですね、はい、あの二階堂秋なわけです。あドラが重なりましたね、魚谷さん、魚谷に打点がついたぞ。さあ5800以上か、高打点が期待できます。ここは決めたいですね、さっきの1500をでつないだ親番なんで、そうですね、あのなんかそのご褒美じゃないですけど、はい、神様が女神様がね微笑んでくれるみたいな気持ちになりますけどどうなんでしょうか。その気持ちすごいわかりますよ、ありますよね、麻雀の神様、神様そんなその日本で打たれてる麻雀そんな全部見てないと思うんですけどだとしたらこの現場は見られる方の現場だと思うんですね、比較的リーグ戦とかで思うってことですよね。そうですね、リーグ戦もたくさんあるし団体もいっぱいあるし、ちょっと俺のこと見てないんだろうなって思うんですけどもし見てたら、はい、次の曲は期待っていうあとまあそんな簡単なもんじゃないんですけど、そうなんです、やっぱでもそう思いたいですよね、思いたいです、はい、もう嘘を先に打ちましたね、リーチドライチはいらないんで、はい、ピンフをつけに行くので、はい、親の魚谷さんの現物の桂馬を残すと秋さんにも通りそう、はい、この曲誰を見てるかっていうのがすごい分かりやすいですよね、やっぱり魚谷要チェックというところですか、うん、まあ、秋さんもね、はい、この曲は見落とせないというか見てないといけない人かなと、はい、親とトンから打ってる秋と親、はい、
東さんって結構自分から薬杯もそんなには打たないタイプかなって、ね、前回もすごい絞ってたんで、はい、この絞りがもう絶妙にはまって、うん、そうなんですよ。なぜ泣けないっていう場面になる人が出てくるんですよね。おお、でも着々と、はい、パスを2度けのイーペイコーですが、続きにテンパイが入りました。リーチピンクドライチイースーチーソー、はい、イーソーあたりいるんじゃないの。そんなリーチに見えますが、三面ちゃんのリーチです。嬉しいですよね。はい、結構いますか。 8が来た、枚数的にはどうですか。数えます。1、2、3、4これはどこを選ぶかですね。パーソー打つと次大体チーソーになっちゃいそうなので、はい、まあ今積も上がるか。はい、パーソー泣いてウーパーソーの転敗。パーソーはもうないんですね。ウーソーは1枚。これは結構谷さんここで、ああどっちも捕まったけど、はい、ここは魚谷イーソーの宝珠となりました。鈴木の上がりリーチピンフドライチ3900は1本場で4200。あの手は降りることないんでね。そうですね、はい、初もアンコでドラマってあのイーソー止める理由がありません、はい、当然のイーソーです。他局が進んでトン3局、親は東です。ドラウーマン、さあ東のハイパイ、白がトイツで入っています。ドラはありません。リャンソーアンコのハイパイはなんちゃ鈴木、シャーチャー秋はメンツはありませんがターツは十分、はい、ボタンにソーズが後継で入りました。秋さんの手が悪くないけど、はい、なんか今の形だけだとちょっと、はい、1枚目のチュンから仕掛けていきます。はい、ウオタニが動いていきます。この魚谷さんの手って面前でやっても高くならなそうですよね、はい、ドラ持ってきてニヤニヤして、でもチュンジャントになっちゃいそうだしって考えるとチュンポンして形がいいんで、うん、そのまま東がドラドラになりましたよ。いつの間に、いや、あのチュンポンでウーマン来て今自順またウーマンが来て、あら、でも秋さんもまとまってますね。いや、アズマこれどうします、動きますか。いや仕掛けると思いますよ。ドラドラ、はい、はい、白から動きたいところか。さあ、ジャントを探し、はい、秋はジャントを探しの旅が始まる、はい、これね、やっぱ想像の部分がやんめんだし、はい、やっぱチートイツ決めるのなかなか勇気がいると思いますよ、東さんの手配。いやー難しいですよね、ドラドラ公式ルールでのドラドラ、なんチートイッツでずっとテンパらないなんていうジレンマは本当に嫌いな人多いですよね。すよ、あ、メンツ手に行きます、行きますね、やはりね、チートイッツは避けていく、はい、さあその東の欲しい白は山にまだ2枚、つまりまたこれはだいぶ出やすいか、カンリャンマンのテンパイですが一旦取りますか、取らないもあるか、取らないも、いやでも9ピン切ってます、ここは取らずイーマン、秋はテンパイ取りませんでした、うん、そのイーマンチュンをポンしている魚谷が仕掛けてカンローマンのテンパイチュンドライチ、カンリャンマンでのそのままでもね、もちろん変化はあるんですけど、はい、あの外してからの変化の形の方がやっぱり多いので、はい、うん、さあ秋はここでパーピン、思ったようにツモが来てくれないですね、はい、そしてドラドラの東もペーチャの仕掛けを受けている、上がりを見ているところ、リャンソー4枚目、うーん、反するのはちょっと、テンパイです。ピンフかイーペイコーか、ここはピンフのリーチと踏み切りました秋、リ
リーチピンフサブローピン、魚谷はまっすぐチーマン、トンガトイツパーピンか今のところ、はい、結構難しいと思うんですよね、はい、比較的ノータイムでパーピンでしたが、うん、3ピンが魚谷から放たれました。秋の上がりです。リーチピンフドライチ3900の上がり。さあリーチの秋天杯の魚谷、今回軍配は秋でした。さあ全て上がりで進んでいます。トン4局になりました。親はこちら鈴木ドラチーマン、ん？ドラのメンツ含みの三面ちゃんの形が入って、あ、ペンチーソーもある。嬉しい、これは嬉しい。ハイパイなんちゃきはメンツがない。魚谷ピンズ王子、第一打はペーから、東はこちらもメンツはありません。まだ原点付近、もうこれは圧倒してます、はい、これは圧倒的に親の鈴木有利か、はい、このペンちゃんが外したい、はい、外して外す前に埋まったりなんてすると、いやそれはもちろん嬉しいですよね。もうペンちゃんを外していいような形が入っています。そうなんですよ。これで、いやここはまだ残す、うーん、なんかね、ペン3ピンとトンどっちがいいかなって私多分あそこに座ってたら悩んでます。ペン3ピン先に外しちゃおうかなとか。あ、私外す派ですねで数十後に3ピンをペッつもぎっちゃうイメージはあります。仲間ですか、もしかして。ちょっとはい、そこに関してはあの愚形払って被る仲間かもしれないですね、まあ、その後は全然違うと思うんですが、そうなんですよ。ペン3ピンリーチちょっと打てないしな、はい、わ、見事に、はい、見事に両面に振り替わりました。今みたいにトンのあたりって悩んじゃうところだけど、はい、そこやってもやっぱりペン3ピン払うだけの余裕があるので手牌に、もうこっから総図3層か右層ジャン等になったらもうより良いですよね、はい、だって今鈴木2巡目にダブトンを打って、その後ペン、はい、ちゃん払い、ターツが払われてる、はい、これは小型にとってはもうあ、ほとんど赤信号みたいな状況に見えるんですけどそうですね、周りからももちろん皆さん気づいてると思うので、はい、さてどうしようって思いながら、親入ってるじゃんっていうような状況に見えるんですが、さあ、ウータにもこのペン3万のターツは、まあ、残していく、引いてきたのはドラです。このトンとかもなかなか打たないですからね、はい、さあ関数層実はあんこで持たれています。外していけた、はい、外していけましたよ。自然に外せますよ、はい、関数層持たれているような情報は場には出ていません。この数層あんこ秋の手にありますが、やっぱパーワン引いたのがいいですよね、一番外しやすい部分、はい、さあ親が伸び伸びとターツ外し2つ目を見せましたよ危ない、これは本当に怖い。もう秋さんも三暗号、はい、見えてきましたね、はい、三暗号どころか数暗号までありますね、伸びればありますよ、はい、さあ鈴木はチャンスなんです。もう形を決めて難を右端に置いている、チャンスをものにしたいところですね。え、ものにしたいけどこの入ってこない時間が一番、はい、いいシャンテンが一番長いと言いますが、と言いながら東さんもいいシャンテン、東も進んできた。3万が入っていらっしゃいませ、リーチリーチピンフドライチ、しかも、ま、あのドラ色の方が埋まって、スーチーピンのリーチ、あら、初は2枚切れですね。スーピン、ここは一発キャッチとなりました。魚谷スーチーピン、現物のパーピン、親の先制リーチ、ターツを落としてる親のリーチです。怖い、どうだ、スーチーピンは5枚持たれて3枚、3枚山にありますか、十分だ。この順目で3枚なら引く可能性は十分にある。行きづらい、嘘現物ですか、嘘嘘言って、はい、ローソー入ったら勝負すると思います。1、あ、ここ
さ三安校の天敗ウーパーソーウーパーソーウーパーソー危ないなウーパーソー東に嘘まあでもこれ外すあこれでもあーおおツーピンのツモ上がり鈴木リーチツモピンフドライチ2600オール、これは感触のいい上がりとなったんじゃないでしょうか。間違いないです。東さん9万打ちましたね。はい、東が嘘を打つと、三安校への補充、はい、秋への補充でした、はい。さあ鈴木が一つ抜けたでしょうか。これで4万点も超えてますね。はい、はい、2600オールのつま上がりでした。レンチャンです。好調ですね。パワー前説も大きいプラスで、はい、これは狙える位置にもちろん行きたいと思いますが、そうですそうです、今日で2人をかわそうっていう気が、はい、まあ、宇谷さんがね結構50ぐらい上ですけど50、60上ですけど、はい、直体だともう上に行こうっていうのはもちろんあると思います。ね、そして1回戦この感触はもうちょっとそれが具体的に狙えるかも、うん、そういったところになっています。この鈴木が連チャンでトン4局は今1本バー、ちょっとまだメンツがありません。鈴木秋がなんちゃです。この白と南が統一で本一打点がある本一ですって、はい、もうインピン、ヤンマン、パーマン切ってね、はい、手配も本一ですってです言ってますね、言ってますよあれは。ただやっぱ公式ルールだとこれぐらいの捨て牌になることって多々あるじゃないですか、はい、かなり偏った捨て牌に見えるような。お、はい、うわ、魚谷がちょっと仕掛け多いですね。はい、カンチーマンを動いていく、シャーチャでシャーが統一、シャーは1枚切れ、やっぱ仕掛けで局面をリードしていく、はい、から今回もそういう戦い方できてるんじゃないかなと、うん、秋さんもそれも十分に分かってると思うので、はい、そう簡単にさっきのねリーチもサブローピンのリーチとかもありますし、そう簡単には引いてくれないとは思います、はい、うん。さあそのなんちゃの秋何のポンすることができました。ドライロの本一怖いですからね。怖いですね、はい、ドラ色の本一だってなんかね薬杯1個あればもう、うん、ほんと飛び込みたくないですよね飛び込む側のイメージしかないですが良くないですね、上がる側じゃないですね、はい、上がる側で考えたいですね。もう結構てかめちゃくちゃ遠い仕掛けですけど、やっぱり高くて遠い仕掛けもね公式ルールは結構聞きやすいので、はい、あと相手の警戒もこの余儀なくさせるというか、はい、遠いのは分かってるんですよ、はい、分かってるんですよ、あの手出しとか見てればね、はい、自敗もまだ一個も切ってないですし、はい、遠いよね宇谷さんって思いながら、でもまあそうそうね、自分の手がスマイル切れないわけですよね、ドラ色の本一だしなってなりますよね、はい、難しいバランス。なんでこの9万とかもはいポンもされないし、ポンされない位置で1枚切れなので切りやすいですよね、うん、切るならまあどちらかといえば今っていう感じで、はい、さあ今手からチュンが出てきた3枚目、3枚目のチュン、金は形が良くなってますが白がねなかなか出てこないんです。そうですね、なんちゃの秋が難をポンしている状況です。トイツの白、魚谷も動いたことでかなり出づらくなっています、うん、そうなんですよ、はい、魚谷が1枚白持っていますがもう1枚山、あ、もちもちになった。魚谷が遠い本一をやっていますが、しかもここで手出しマン、はい、マンズが余った、そう見えますね、見えますね。さあ、うん、こうなると余ったのを見せられた、さあターチャはやめる選択肢出てきますよね。トンも切ってく、これ結構みんなもう行き、ね、はい、いけないなって、はい、あ、これはもう入ったんだろうな、はい、思いますね、はい。
さあ魚谷の手の中にはお3万入ってパーピン、へーパーピンパーピンあるえパーピンあるってなります。どうしますこれ、パーピンあるんかい。東天杯は取る取らない、3ピンはもうはい、かなりピンズは比較的安全な牌になっている馬強です。パーピンって今いやなぜパーピンパーピンだマジっすかとこれがやっぱ仕掛けでリードしていく大谷さんの強さだと思います、はい、これはたまらん。ただこのチーマンは嫌、相当プレッシャーを与えて、はい、これみんなにスピードを落とさせて、はい、落としましたね、自分の時間に持ってきます。しました、はい、あの地位からなんどうなるんだと思ったら、そうなんですよ、こんなことになるんですね。これはやられたって思うやつですねこれはやられた、はい、でもまだ脳天なんであれですけど、はい、もう天敗とか上がりとか取られた時には、はい、これで4人伏せられてもねうわーマジかってなります。妻さんは秋さんに相図が打ち、秋の相図、魚谷の満図、打てるならどこか、急走、もう一巡ありますか、もう二巡あるか、うん、秋さんは私全然進まないと、はい、秋ももうチーマンが来た段階でちょっともう終わりというような感覚でしょうか、はい、魚谷のカンチーマンチーからすごい、魚谷さんも、はい、みんなが対応して松間さんが転敗できるかどうかだったんですが、うん、なんとなんと4人の点やられたですよこれ秋チャンス手でしたあれ誰が一番やられたって思うかな、やっぱ秋さんですかね、でしょうか、うわ白でなかったじゃんっていうのも今思いますよね、そう伏せるんかい、あんだけ余ってってなると結構バラバラであったことがもう間違いなくね分かるわけですよね。いやーこれはたまらない。さあ1回戦難入しています、難1局、1本馬じゃなくて2本馬ですか、はい、はい、秋が親番を迎えています。今のも、ギリセーフギリギリセーフとさせていただきます、させていただきます、はい、もう難入ですか、早いですね。いやそうですね、こう淡々と進んでいますが、う、うん、秋さんが今回は、はい、これは後輩パイですが、ピンフタイヤ三色と、うおもうまた動いたぞ、魚谷がローマンローマンと打っている関連層の地、まあ、チャンタ本一など、まあ、役配のチュンガドラです。役配のチューンがドラドラ、はい、ドラドラだけど露骨に本一行くかな、ちゃんと行くかなってのもありますか。そうなんですよ、ドラドラだった場合って、はい、基本的にはパイ効率通りに進めていくわけじゃないですか、はいはい、まあ、リーチとか、まあ、オンとか考えてですよね。で考えるとちょっとやっぱドラドラのパターンは少ないよねと思いつつ、はい、そうなんです、そこなんですよね思いつつ分かってはいるんですよ頭では、はい、でもそのやっぱり何回かに1回は本物の時もありますそして分かってはいるんですよね、はい、なんかさっきもこの話しましたよね。そう、でもそういうのを相手に思わせたり、はい、こうプレッシャーをかけていくっていうのがやっぱすごく上手ですよね、はいはい、そうですね、でやられたって思うんですよね、やられたと思うんですよ、流局パターンなんてされたらもう、はい、何度も思ってるんですよ、はい、先に切れたとか、はい、あれ切れた、あの、うん、あの役配抑えたからそうメンツ逃したっていう、やっぱりやられる側で考えちゃいますね。そうなんですよこの秋さんもね、はい、感想ででも切るよと親番だし、はい、乱走で悩んでるぐらいじゃないですか、はい、チュン来たらどうするんですかね。あ、なんかなお疲れ様でしたってなりますねもう親番ですよ。あ、嫌だ、チュン使いたいじゃあ使うあ、じゃあ使って上がりきる。でも結局それ遠回りですもんね。そうように考えると、で今回の手配だったらね、はい、3ピン、さあこれは
おお、ローマン2枚切れ、はい、これ看板はリーチいきますね、あの残ったら、はい、きっと、きっとですよきっとですね、きっとです、はい、でもその残る前に外すはあるかもしれない、次のチュンとか、はい、でも想図がね結局大谷さんが多くも実はそんな多くないんですけど、はい、多く持ってた時に、うーん、お、これもカンパーマンならどうでしょう、こういうリーチ私去年結構見てるんですよね、アキさんのカンパーマンなら良さそうにも見えます、うん、ただ魚谷がチュンを持っていた場合、このウーソを打ってソーズの一色手と戦うのか、さあ強くリーチといきました、アキ当たりました、はい、よかったです、はい、解説ありがとうございます結構去年もこの馬強が良さそうな、はい、こういうリーチ、あの打点は少ないけど馬強がいいものをしっかりリーチ打って、はい、チュンるのを見てるんで、はい、パーマンは山に2枚です、そして7巡目にウーマンも打たれている、はい、ただ東さんが実はめちゃくちゃ東がチャンスなんですよね、そうなんですよ実はその9万が雀刀になってしまう方、いやありますね、3色、はい、3色にしたいところなんです、純ちゃん3色のイーシャンテン、このチカンチーマンテンパイはいらない、東さんってな、はい、今ローマンを打ってきて、東がここはね、そうですね、はい、東がローマン打ってきたというのはかなり、これ一通との、いやただ3層が振り点になるか、ね、ウーソーも打っている東です、うん、うんうん、ここは3色の形だけ残した、ローマンか、ローマンの崩壊、いや、はい、これはでもね、はい、あのウーマンのところでも無理なので、そういうのは考えてないと思います、あ、そうですねあれでカンローマンでリーチもわけわかんないですもんね、うん、そうですね、チーマンがすんごく良さそうなんですが、はい、1枚見え、はい、アズマ今ここで撤退を選択しました、はい、パーマンツモ上がりです、で秋の上がりリーチツモ1000オール、日本馬で1200オール、いやお見事ですね、はい、この魚谷のプレッシャー、はい、そして自身のこのパーマンはいい待ちというこの、はい、いやもうちょっとすごいな、うん、すごいすごいですね、見事積もり上がって難1曲、これで3本馬です、秋がレンちゃん、ドラはパーピンです、今いい上がりしたから、はい、神様がいるのであれば、二階堂秋さんポイント1って神様がやってくれる伝票にね、伝票に秋プラス1って書いて今厨房の方に持ってってますから、時局あたりですか、はい、今じゃない、今、まあ今でもいいんですけど、時局か、時局あたりちょっとタイムラグあったりしません、こういうのって、じゃあこの曲もっと頑張んなきゃいけない、この曲もまた頑張れば、じゃあ時事曲あれいつまで経ってもすぐっていうわけにはねいかないかもですが、鈴木はピンズを見た、いやでも今回秋さんもめちゃくちゃいいですからね、はい、もう手がタンヤオです、もう手がタンヤオ、もう2から8だけでできてますからね、タンヤオか、確かに今のところタンヤオですね、今のところタンヤオです、はい、さあ魚谷また動いていくぞ、白のポン、今回はさっきよりはダブナンも統一なので、はいはい、今回ちゃんと入ってるやつですね、ダブナン、ダブナンは山に1枚、東の手にあるナンはちょっと出てこないでしょうか、そうですね、はい、一通が見えますね、パーマン、うん、でも形いいですよ、切らないですかね、ちょっとそうですね、ちょっとスリムにしつつ、はい、切りたくはなります、鈴木はさあパーソーに
シーソーがくっついて両面の形で残しますが、いずれ切っていくような、そうですね、両面ターツでしょうか。早く切りたいですね。早く、はい、チーソーパースを早く切りたい。なぜなら魚谷に急走がプッと出てきた。東二刺しになる、うん、あ、これでもうチーソー打っていく、はい、続きはピンズにまっしぐらドライ色の一色手です。さっきからツモがなんか違うやつきますね。そうなんですよ、惜しい、はい、欲しいのはサブロー9なんだのに、はい、なんかちょっと違うやつばっかきますね。あ、でもそういうゲームかそういうゲームでした、麻雀。でも嫌ですよね。嫌ですねなんかこうすごくこう調子がいい時ってこうスッスッスッと高くて早く上がれるイメージですが、はい、引っ掛けましたね。鈴木が初のポン、うん、うわー、これ両面ターツ外すんですね。スーソー2枚見えてますよ、はい、これは鈴木の元にピンズがたくさんあるぞっていうことですか、うん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 、サブローピンが弱いという判断。秋さん、そして自分も高くなる。秋は3層なんか呼んでない。3層だとどうする。魚谷はポンだ、はい、白に続いて3層のポン、そしてピンズの両面ターツ落とし。またかと思われると泣きやすくなったりします。泣きやすくはならないですか。泣きやすくはならないですか。さすがにこの形に難は、そうですね、東さんから切ることはまあまあないと思うんですよ ね、 すね。例えば鈴木もこう今回手が入ったわけですよね、はい、秋さんもね、ただあまりにも自分の手が進んでないじゃないですか、はいはい、この形からなんか単野だとか言ってたのがちょっと懐かしいですね、もうあらららら、あらららら、さあ、ん、ハネマンとかあります。遠いまでありますね、はい、これは。白と三層をポンしている魚谷です。ダブナンも統一で持っている本一トイトイ役なんていう。今秋さんのところに座ってたら、はい、いやいやいや、ソーズの方とピンズの方がいるのに、はい、あ、ポンかな。これはポンだ。さあ、本一白の天杯スーチーソーです。サブローソード天杯ポンした形ですね、はい、うん、天杯、うん、さあピンズがこれカンウーピンですね、はい、鈴木は初を仕掛けています。カンウーピン3枚見えてる、3見えのカンウーピンと1枚です。あと1枚っぽいです、はい、スーソーもなくってチーソーが2枚だからスッチーソーが1枚、あ、スッチーソーも1枚だ。アキさんがチーソー2枚、これは1枚対決、1枚対決です、はい、ただ手紙の変化はアヤパンの方が多いかな。そうでもないですかね。ピンズの3ピンもないし、うーん、なか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 ですね、なかなかな状態ですが上がりがあるか。でも何、あれ、何も1枚ありますよね。そう、何も1枚あるんですよ。これ何入ったら短期にします、どうします、もうしないか。いやー、してもおかしくないのでは。何ありますよ1枚、はい、打点が違いすぎ、何入ってロウソウ感しますむちゃくちゃだな。でもありますもんね。あります、はい、ウソなとウソ1枚か、ん、1枚対決は1枚対決、現状1枚対決、ま、なくならないですね。なくならない、はい、秋は受けている。鈴木対大谷、どうだ、引けるのか。パーソー、何がここ、さんはさあ、ピンズ、ソーズ、どこを切ればいい。これは苦しいですね。挟まれちゃってるから3層じゃないですか。数層が自分の目から、はい、3層でした。チーピンが入ってということは、これは枚数がウーパーピン、パーピンが増えますか。増えましたね、はい、1枚増えた。ドラだ、ドラの方、パーピンも山にいる。パーピン2と数値層1、ドラ、いいピン、流局なのか。魚谷、ウーピン、ここまた11、さあ魚谷引けるか。急走、
どうやら龍玉。本当だ。1対1が最後まで。はい、1対1決着つかず龍玉となりました。なんちゃ魚谷ペーチャ鈴木、本一対決は龍玉2人転敗です。はい、お、何やら何やら何やら、何やら何本ばか瞬間確認しただけでしょうか。はい、はい、さあ曲が流れて何2曲4本場となります。親は魚谷、ドラリャンピンです。さあ急走あんこのハイパイです。1つ、東は二刺しが2つもあります。これは3色にしたい。とってもいい、とってもいいですよねあれ。鈴木はドライチ、チートイツなどか。わー、気が早い。早い。タンヤオで早い。いやー、でも東さんの方が、わー、いい形になった。いいですね、はい、数層に。三層来てくれないかなって今。三層来てくれないかな。神様の方にこう欲しいパイリストを送りたいところですけども。なんで無視されたんでしょうか、今。いや、そりゃそうだなって。はい。数万とか来たらさすがに、はい、さすがにちょっと数層を切らせてもらえますか。そうだと思うんですけどね、どうでしょうか。数万はでもさすがに E 万とかちょっと E 万はちょっとなんか嫌だな。 E 万嫌ですよね。 E 万はタイヤは最低、あでも、まあ、ドライチあるんですよ、しかもドライチある。E 万ただ急走が入ることもありますよね。そうなんですよ。だからだったら、わあここは数打点を見ましたよ。4万だと数走切りやすいじゃないですか、いいペーコーがある、はいはい、ただ E 万つもぎるあるかもなってちょっと思ってたらつもぎってました、はい、あ、おかえり、いらない、いらないと。いってらっしゃい、おかえり、いってらっしゃいです。魚谷動く中のポン、うんうん、これは、はい、大体みんな仕掛け、はい、これはみんな仕掛けるやつですか。仕掛けそうじゃないですか。2万また行ってらっしゃい。3枚来るなら話が違うよと、はい、なんだよとなりますよね。これはちょっと、はい、マキさん手が動いてないですね。いや、そうですね、魚谷いいシャンテンになる、うん、ドラのリャンピンがやってきた。ここはピンズを伸ばしに行く。鈴木もいいシャンテンだ。いや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 、トイトイとか、いやでもまずはチュンをポンしている大谷です。おトイトイの可能性残しました。残しましたね。ローピン、ウーマン引き、イーマンは、わあこれも、へえ、これ残すパターンあるのかなと思ったんですが、はい、あのドラドラになったんで、はい、うーん、今のところはそう、もう打っちゃうもあるかなと思ったんですが、はい、やっぱ相当2刺しを見てるってことですね、はい、打点は2刺しと。数層危ない、数層が魚谷関数層の天敗になった、はい、鈴木はここは天敗は両面にしたい、この数層にくっつかないと宝珠には、うわくっついた、ドラギリリーチ、怖いぞ、このリーチは怖いぞ、恐ろしい人や。あ、でもここも超勝負って、はい、一通のリーチがかかるスーチーピン、親にぶつけていきました。親じゃない、先生リーチにぶつけて二軒リーチとなりました。いや、さあ魚谷が関数層、さあチュンは4枚目、自分でポンしている、悩んでますね、関するかどうか。で、あの、まあ、つもぎれば安全牌。そうです、うん、ここは攻める作戦だ、はい、果敢引いてきたのは白、あ、チーピン、
鈴木の上がりとなりました。ただ安めの方ですね、はい、リーチピンクドライチは3900の4本場、5100の出上がりとなりました。いやー、東の三色、うん、あの鉄の石ですね、今打ち。すごかったっすね。すごかったですね。ちょっとあの豊潤にはなっちゃいましたけど、はい、やっぱあそこまで、はい、打点を見て、イーマンつもぎって、馬もつもぎってですよ。いや、そうですよ。通走くっつけて二差しのリーチ、はい、最初から狙ってましたという。そうなんですよ。すごいリーチでしたが、結果は先に鈴木のチーピンが、うん、あ、先にあったというだけですが。そうなんですよ。さあ、難三局になっています。東の親番、東現在17900点。魚谷が動く、白のポン。ほとんどの曲仕掛けてません？そうですね、うん、魚谷リーチって言ってないかなぐらい。リーチは言ってないような。リーチ言ってないですね。トン1曲ぐらいですか、動かなかったのは。そうですよね、はい、今日だけで言うとすごい風呂率になってますね、うん、本当にすごいですよね、はい、はまだメンツがありません。ここはペンチ椅子を外し2度受け。アキさん絶対浮いて終わりたいですけど、はい、この3600点、公式ルールは3万点以上で終わりたい。そうなんですよ。そういう思いが強くなるルールです。なのでこの終盤3万点前後の人の動向というのは非常に面白いところがあります。魚谷は派手な捨て牌、白を仕掛けています。ペン3ピン入ってメンツ1つ目、現在トップの鈴木はややスリムに受けている。そうですね、この曲をチピノポン、はい、何もなく終わらせることができたら、もうオーラスは自分の時間なんでね、はい、うん。さあ、魚谷は白に続いて今鈴木の打ったチーピンを仕掛けて関連ピンのテンパイが入っています。連ピン1枚切れ、山に2枚。さあ、秋はいいペイコーが見えた。その欲しい3層着々と進んでませんか、東さんが。はい、東が着々と進んでいますよ。こちらも先ほど切られた換算層、うん、天敗です。秋、イーペーコー、ドライチ。三層はただ2枚あるぞ。お、チャンスですね。三層、秋さん目線からも多分すごくよく見えてると思う。はい。魚谷さんがつもぎって、2人が卵巣を切ってる。はい。でこりゃ山だぞと。そう、こりゃ山だぞ。さっき1枚切られちゃったけど。あ、しかし、連ピンの方が先にいる。魚谷の上がり。白。これは400、700ですね。はい、今ちょっとあの名前のプレートでね、一瞬ね形が見えなかったのもあります。なので今白金さんがこちらを見ましたが、正しく400、700の上がりです。めちゃくちゃフリーズしてくるじゃないですか、はい、大変なんですよ、実況ってやることいっぱいあるんで。だからなかなかね難しいところをよく頑張ってると思います。頑張ってる、すごい。自分で自分のこと褒めたのに、その背中押すのやめてください。さあ、難4曲です。オーラスやってきました。ドラパーピン、はい、もうここはダントツトップの鈴木の親番、うん、ここはどうしますか。もう稼げるだけ稼ぎますか、うん、もちろん、はい、もちろん。いわゆる王様タイムのチャンスがやってきました、はい、鈴木に向かう人が、いや、秋さんが、秋がちょっとそうですね、はい、やっぱりこのプラスで終えるかどうかの瀬戸際です。大きいの高いの打っちゃうのは嫌だ、はい、はい、からリーチ来たら引く可能性は結構、やっぱり親に迎えない。そうですよ、そういう状況です。
めちゃくちゃいいですもんね、手配、はい、鈴木これはいけるんじゃないかと今思い始めてると思います。秋さんは役配重ねたい、はい、秋はもう先天でもいいからスッと上がってプラスで終わりたい。鈴木はとことん連チャンがしたい。鈴装が入る。ここはドラは置いておいた、うん、ドラはまあ重なったり、はい、チピン引いたりしたら自分の手が純粋に高くなるんで、はい、ちょっと受けは狭くなりますが、そうだにあんこ固定のスピン、うんね、多分速度とこの状況はあやパンが今一番いいので、はいはい、っていうのを自分で分かってるからパーピン置いてより高くをもういい判つけたいっていう気持ちだと思いますよ。うん、天敗ですがこれは、うん、はい、くっつきを見たいいシャンテンにします。もういい判ですよ、はい、Gピン欲しいぞ。大きさは1、2、3ピンでもいいかな。さあいろいろあるウーピンでもいいかな、はい、確かに言い方がなんだか変な感じでしたが鈴木どうだ。いや、四五郎とかになっても高いしドラにつながっても高いし、まあ大体リーチだし、大体リーチだし、はい、鈴木チャンスです。東は手が入っているぞ。換算ピン、これはこれで状況いいか。ドラを打っていく闇点としました、はい、ただ3ピン山にゼロなんです。え、あ、そうか、魚谷さんがあんこでしたね。はい、魚谷があんこ固定、そして秋が1枚持っています。そうなると誰がチャンスなんですか。誰チャンスでいうとこちら東になるでしょうか。どう、いや、チャンス、まだチャンスというような形ではないか。一歩進みました。いや、でもいいペーク、はい、いや無理順番が悪いですね、はい、これはちょっと順番が、はい、はい、意地悪。パーピンか、あ、ローピンだ、びっくりしたちょっとね、暗いから黒に見えちゃってもうこれはあれですか、はい、セーフなんですか。あ、な、え、何がですか。全くミスしてる感覚はありませんが、とりあえず、まあ、これぐらいはもう日常茶飯事でミスではないみたいなダメだ、荒いのがバレてしまう鈴木か、いや、そんなパーピン、パーピン、パーピン吐きますね、これは。いや、ちょっとこれは、いや、まあ、秋さんちょっと仕掛けたいですよね、はい、このパーピン、まあ、だただ地位でもいいかなというまではありましたか。そう、ただEピンが3枚というのがちょっとやっぱりきついよねって思わせるようにしたね、はい、そうですね、そもそもきついですね、はい、自分で先にEピンを持っていればもちろん仕掛けるんですけど、はい、うん、そうですね、これちゃんた系で両面高めの方が出てる、うん、なかなか、うん、泣いて4や6が来るようなそのパターンありますね。さあ天敗換算層、大谷はもうこのまま終わらせる方針ということでしょうか、はい、山層もただ山にはありません。換算ピン換算層の天敗が入っているが、ともに順からという形、上がりは出上がりのみとなっています。東はいいシャンテン、出上がりも2人とも結構、はい、ちょっと厳しそうですね、打たれる3層と3ピンではない感じです。魚谷さんは三眼光の変化とかはもうしないんですか。魚谷の 3万あたり、両層数層の縦引き、なかなか薄いですよね。そうですね、あきさん、はい、天敗取りたい、チュンが打ちづらい、チュンは魚谷にあんこの牌、はい、打ちづらい、打たない、もう一曲あるよねという、これは鈴木の様子を見ていれば、はい、まあ、天敗は明白というところか。ここは我慢を選びましたね、はい、もう一曲あるから今の天バップ払っても自局、うん、自局浮きに届くことができる距離ではあるということで、チュンは打たない選択、秋苦しいですね、この、うん、なんかちょっと先手取れそうなやつもなかなか取れず、はい、形が変わってない時間が長かったりしました。うん、まあ、ポンなら天敗取れるいいシャンテンですが、やはりここは打たない、大谷の魚
ウーピンも濃いぞ。これは東天杯入った。これ一人の点は嫌だ。これは三人が天杯した。あ、最後にパーピン来るんかい。これは感触はちょっと嫌なものがあります。嫌ですね、はい、今あたりか。はい、流局となりました。3人転敗、3万200点の秋にとってはここで3000点は結構痛い。めちゃくちゃ痛いです。はい、そうですね。すごく悲しい。このオーラスのこの3万点から引きずり下ろされちゃう3人転敗です。いや、でももう1曲あるんで、はい、そうなんです。はい、ラン4曲一本場となります。鈴木もね、痛いパーピンがありました。あれはもうね、あれは捕まえられない。その天敗ですもんね。もっと欲張った場合、もう一回我慢とかしないと無理ですよね、はい、いや、そうですね。さあ、アキさんは4曲一本場ドラローソー。大谷の形は早そうだ。東はバカゼの難が問いつ打点が欲しいところなんです。打点難しいですね、この手で。打点はちょっと、はい、どこで作るんでしょうか。鈴木が孤立牌を両面にする。選択が生まれることがすごく多くて、はい、秋さんの手牌しかもなんか難しい選択になりがちですよね。いや、そうですね。あの形は、2600点を出上がれば3万点超えますね。お、ということはもうこれは、はい、トンのあんこは非常に嬉しい。大谷さんがめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい人がいると上がられちゃいますよね。めちゃくちゃいい人がいると上がられちゃいますね。めちゃくちゃいい人がいる場合ですが、大谷さんもできれば浮きたい、はい、いやでももう秋さんに届けばいいかな。大谷さんはじゃあ3900ぐらいで、うん、ドラドラ1ピンフドラ1ぐらいですか。あ、これリーチいきますか。さあ秋がシャンポンのリーチ、はい、さあリーチドラ1条件を満たしています。さっきの分は返させてくださいと。はい、返してもらうわ。私はプラスに行くんだ。そんなリーチ町はシャンポン三層九万。三層九万は全部山。あ、1枚切れてる。1枚切れてる。シャンポン三山十分。十分すぎます。はい、しかも9万は結構みんな使いにくいところではありますか。ね、さあ積もっても出ても浮きだったらついでに積もっておきたい。数層どうしましょう。まっすぐ行く。すごく上がり、あ、 そこだとリーチですよね。そこだとリーチが飛んでくる。ギャンウーピンはさあ秋対魚谷。鈴木はどうする。うん、行きたいですけど。ちょっと行っちゃっていいですか。ちょっと行きたいんですけど、はい、ちょっと形が、ね、形がまだそうなんです、はい、まだちょっととても行きたいんですよ。はい、ちょっとね、名乗りを上げるにはまだ形が。いや、やめか。やめですかね。ギャンソー通ったし。はい。ギャンソーは自分で通しましたが、さあリャンウーピン対三層九万。え、実はいい勝負になってますね、今もう。結構そうですね、ウーピンも流れてリャンピンも二枚対決ぐらいですか。ちょっと数えていませんが、三層は二枚ともあります。九万が一。三層川に1なんで、はい、三層川1、シャンポン3枚。あれ、ヤンピンも結構薄くなりました。そうなんですよ、これでもヤンピン嫌だから何切るんですかね。ヤンピンあと1枚ですね。ヤンピンが1枚、ヤンピン1枚、シャンポンが変わらず、どっちに軍配が上がるのか。ヤンピン1枚になっちゃったんです。はい、ヤンピン1ですね。東さんとやっぱりすごい流れ、はい、山にはごっそりいたんですが。そうなんですよ。9万の積も上がり、秋がプラスをものにしました。リーチ積もドラ1、1300、2600の一本場、1400、2700。
さあこれで1回戦が終了しました。さあ いい顔ですね。トップから鈴木そして2着今上がりました秋、3着魚谷、4着東の並びで1回戦が終了しています。続いて2回戦です。